皆さんこんにちは。今回は、スクワットジャンブルおじさんオーダー、残りのねステップ4ステップ5引いていこうかと思います。こちらのオーダーね、あの極光輪というものが欲しいので、早々に、まあ、引いていって、まあ、極光輪が引けたら、まあ、早々に撤退して、まあ、次のオーダー、引きに行こうかと思うんですけど、さあ、どうなんだろうな。チェインスキル本当は引いていきたいんだけど、チェインスキルと他のあのまたね冬セレクションオーダーつうものが出たんで、それもちょっと優先して引くかっていうのを少し悩んでいるところで、まあ1月まで持ち越したとしても1月3日までしか引けないので、ちょっとね1月にいきなり課金したとしても1万円分なので、課金できるのがって考えると、まあ今引いていいのかなとも思うし、ちょっとまあ悩み中ですね。まあどういうオーダー引いたらいいかって、オーダーの引き方動画出したいっていう方いましたけど、まあそのうちもう出そうかと思います。もうあのやりたい動画いっぱいあって別にすぐできないし、もうちょっと返信するのもちょっとね、なんか、あの説明がちょっとね、一言じゃ収まる。あ、でも後でちょっと返信だけでもしとくか。ちょっと気が向いたら、まあ返信しますね、コメントに。まあとりあえずちょっと今回は、引いていって、まあでもあれだな、これはついでにこのガチャ動画で喋ることなかったらあれか、そういうの喋ってくか。あのステップ5式のオーダーがねすごくいいんですよ。初めて2日ぐらいの人だったかな、コメントしてくれたの。まあ初めて2日じゃあやっぱ調べ方とかも分かんないよな。何調べていいかすら分かんないと思うし、まあ仕方ないでしょう。まあということで、まあステ5の、ステップ5星4新星4角1枚確定っていうのがおすすめ。ああ探検か、これは連だよな。極光輪欲しかったけどな。うわー、かぶったか。引かなきゃよかった。いや、引かないわけにもいかないしな。まあ、こんなもんか。これ、あと一周するのもな。厳しいよな。これ、あと一周して、出なかったら、ちょっと厳しいんで、チェインオーダー引きに行くか。いや、これ、これもね、ちょっと熱いんで、2回ぐらい引いていきたい。2回引こうかな。これ、切れ味抜群勇気と、欲張り福盛り勇気が欲しいんで、欲張り福盛り勇気は歴戦で、確か精神統一3で、切れ味抜群がパーラ4勇気なんで、ここら辺が超欲しいと。あと、利得は静かめぎるがダイヤミのバーストで超強いのと、縁起担ぎシリカが探検でありながら棒でバゴといったところで、まあ、とりあえず今回は、まあ、ここら辺、まあ、そのさっき言ったあのオーダーどういうの引いたらいいのっていう質問に対しては、なんかどっかでなんか動画上げた気がするんだけど、まあ、ちょっと忘れたんで、まあ、そのうち動画にしようかと思います。まあ、ちょっとねあのかぶりで爆死ってことで、まあ、神引きしませんでしたっていう結果にはなるんですけど、まあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りの影響で、ではまた。